こちらの建物の1階と2階が大口広歯科クリニックの診療所です。駐車場はビル下に4台、ビル横に2台のスペースと近隣に契約駐車場がございます。お車でお越しの方はそちらをご利用ください。ビル入り口の2台のテレビモニターには大口先生が出演した医療情報番組を放映して、地域の方、通行の方に歯科に関する知識情報をご提供しています。それでは診療室をご案内いたしましょう。自動ドアを開けると待合室です。自動ドアを開けると待合室です。こちらはセパレートタイプの椅子になっており、隣の方との距離を程よく保ち、リラックスしてお待ちいただけるように配慮しています。待合室にもモニターを2台設置して、歯科に関する情報やインプラント説明会、矯正説明会などのイベント情報についてご案内しております。待合室にはセレックキャドカムマシンという全自動でかぶせ物を削り出す装置が設置されています。自分の口の中に入るかぶせ物の製作工程が直に確認できるので非常に安心できると好評です。待合室から診療室へ続く廊下の右手には個室タイプの診療コーナーがあります。プライベートを重視する方にご利用いただくこともできます。こちらのオレンジの診療コーナーは半個室になっており、適度なプライベート感と開放感でゆったりと診療を受けていただけます。こちらの赤い診療コーナーもオレンジ同様半個室になっており、すべての診療コーナーにはモニターが設置されて、レントゲン画像、CT 画像を見ながらこれから受ける治療内容について丁寧にご説明させていただきます。こちらのサニタリールームには大きな鏡が設置され、診療後のお化粧直しやかぶせ物の装着を確認するため女性の患者さんに好評です。1階の診療室から2階へは内階段を使って上がっていただきます。植栽や可愛い動物の置物が歯科治療というやや緊張する気持ちを和ませてくれます。こちらにもモニターが設置され、医療情報番組を応援しています。2階にはカウンセリングルーム、 CT 撮影装置を備えた特診ルーム、インプラントオペ専用ルームがございます。こちらがカウンセリングルームになります。カウンセリングルームにはゆったりとしたやや大きめのソファーが備えられており、患者さんだけではなくご夫婦、親子で歯科医師からの説明を聞いていただくことができます。こちらのモニターでは CT 撮影画像、矯正治療のためのセファロ画像を写して、歯の状態、骨の状態について丁寧にご説明いたします。CT 撮影画像、セファロ画像とともに、表面上からは判断できない歯の根のひびや顎関節の状態が明瞭になるため、正しく診断し適切な治療計画をご提示することが可能になります。こちらはインプラント専用オペルームです。一般の診療とインプラント手術の部屋を分けることで、患者さん同士の感染リスクを極力低くすることができます。同様にインプラント手術に使用した器具は専用ルームから一度も出さないまま洗浄・滅菌できるように装置を設置しています。こちらは自動洗浄装置で、手術に使用した器具を推薦した後、93度のお湯で10分間洗浄することで殺菌することができます。水洗いだけでは殺菌は不可能ですが、
93度のお湯で10分間洗浄することで、ほとんどの細菌が殺菌できることが証明されています。こちらの装置はヨーロッパ基準クラス B をクリアした高温高圧滅菌装置です。高温蒸気と真空加圧を繰り返すことで、治療に使う器具装置の隅々まで滅菌することができます。こちらが特別診療室です。完全なプライベート空間ですので、他人の目を気にすることなく治療を受けていただくことができます。またこちらで診療室で行うオフィスホワイトニングを受けていただくことができます。歯の表面に薬液を塗布して専用レーザー光を照射することで、くすんだ黄色っぽい歯を白く輝いた歯によみがえらせることができます。こちらは CT 撮影もできるデジタルレントゲン撮影装置です。インプラントをはじめ、歯周病、矯正、顎関節症の診断に使用します。デジタルレントゲン装置の特徴として、画像が非常に鮮明であるため、正しい診断をすることができるほか、被曝量が一般的な撮影装置の10分の1程度に抑えられることです。大口博歯科クリニックのコンセプトである安全安心な歯科治療をご提供できる設備を導入しています。世界で初めてドリルを使用しない、骨を削らないインプラント手術法を考案開発し、インプラント先進国アメリカで国際特許を取得した大口博歯先生をご紹介いたします。大口先生は岐阜市内でお生まれになり、地元名門校である岐阜高校を卒業後、東京歯科大学に進み歯科医師となられました。お父様の時代からすでに64年の歴史のある岐阜駅前の歯科医院として、地域医療に貢献されながら名古屋市立大学医学部大学院に進まれて医学博士号を取得され、客員教授をされていました。また骨をドリルで削らない大口式インプラント法を開発されて、全国の歯科医師に安全なインプラント手術の基礎について講演されています。大口先生が安全な手術法を考案されたきっかけについて教えていただけますか。私が最初にアメリカからインプラントが導入された時ですね、今から30年ほど前なんですね。その時に手術方法を学びました。で、その時はですね、そういうものだと思ってですね、基礎からしっかりと学び実践していってました。しかし臨床にそれを取り入れた間もですね、いつも疑問を感じていました。それはですね、骨ってそもそもそんなコンクリートみたいに硬くないんですね。表面は硬いですけど、中は柔らかいということを私気がついておりましたので、まあ日本人にですね、ドリルを使う、人間にドリルを使って、骨にドリルを使って削るということのリスク、それと骨へのダメージですよね。こういうものを非常に、不思議だなと思ってたんです。で、ドリルで骨を削るものではなくて、もっと安全で良い方法はあるんではないかなっていうふうに感じましたね。そこで大口式インプラント法を考えられたんですね。そうです、名古屋市立大学医学部第一解剖学教室、ここで学んだ経験から、骨はドリルで削る必要はないということを、学びました。で、むしろ微細骨折を骨にさせた方がいいということも分かりましたね。微細骨折とはどのような現象なんですか？マイクロフラクチャーといって、細かい骨折を骨に与えることです。骨は一度折れるとですね、強くなるんです。で、一度折れたところっていうのは骨折しませんよね。足の骨なども同じですよね。また、骨は弾性に富んでいるために、細い骨はですね、マイクロフラクチャーしながら徐々に広がって、小さな穴を広げていくわけです。そして太くするんですね。そうすると非常に強い丈夫い骨で、固まるわけですね。そのあたりが細い骨にも対応できるインプラント手術法なんですね。その他にもメリットはありますか？熱を発生しない、つまり
骨が火傷しないことが挙げられるんですね。骨は42度程度の熱で火傷して死んでしまうんですね。42度といえば、お風呂で言えばですね、熱いお湯なんですよね。でドリル式の場合は摩擦熱がすぐに発生しちゃうんです。だいたい200度から300度まで上がると言われていますね。そのために水をかけて、冷やすということが大事なんですよね。でただしですね、この水をかけても骨も表面にしか水を当たってないために、ドリルの深い部分では水が当たらなくて熱が発生すると言われていますね。でインプラントがうまく骨と結合することの、可能性というのは、いかに熱を発生させないかというのも大事なので、少しドリルはですね、その分、マイナスの部分があるでしょうね。インプラントを諦めて悩んでいる方、歯並びを直したいけど煩わしさのため躊躇されている方、ぜひご相談ください。大口式で対応しております。大口博歯科クリニック。